はい、今回はですね、先日行われた2019年プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズが指名した選手を紹介していこうかなと思います。早速いきますけど、1位指名、石川昂弥選手ですね。嬉しかったですね。というか3球団来るとは正直思わなかったですね。楽天が回避してくれれば単独指名いけるかなとは、ちょっとソフトバンクはねちょっと怪しいなと思ったんだけどね。でも単独指名いけるかなと思っていたら、いきなりねオリックスさんがね指名してきたんで、ちょっとあの時はね魂抜けかけましたね、正直な話。うわーと思いましたもんね。で3球団できついなと思ったんですけど、そこはね与田監督すごいですね、強運ですね。根尾選手に続いて石川選手も引き当てるっていうことでね、ちょっと来年もちょっと期待しちゃいますね。とにかくね良かったです、石川選手がね獲得できてね。はい、で紹介なんですが、なんといってもね魅力はねその打撃バッティングですよね。高校通算55本塁打っていうことなんですが、飛ばす力っていうのはもうものすごく結構ね高い評価を受けているんでね。でさらにですね、これ確定ではないかもしれないですけど、早ければ2021年頃にはですね名古屋ドームにテラスが設置される予定なんですよね。そういう点も考えればね、その中日のねドラゴンズのね中軸としてネオ選手とともにね活躍することをね期待しちゃいますよね。本当に取れてっていうか交渉権指名確定ね、指名権をね交渉権をね獲得できてよかったですね。はい、もうほっとしました。で次ですね、2位指名で橋本勇輝投手ですね、左ピッチャーですね。福井県出身で大阪商業大学、高校は大垣日大高校ですね。最速が149キロってことで、ちょっとねこのピッチャーに関しては自分ちょっと知らなかったんですけど、中日スポーツのねその当日ドラフト会議の当日の中日スポーツでは A 評価を受けていた、選手ですね。今言ったように149キロ最速で、全般的に140キロ台後半の直球を投げるようです。で4年生の秋のリーグ戦ではノーヒットノーランもね、記録したということなんで、大野投手がノーヒットノーランした翌日らしいですね。はい、そんな感じなので即戦力として、期待したいところですね。はい、で次に3位指名なんですが、3位指名が岡野雄一郎投手ですね。宮城県出身の東芝です。はい、社会人のピッチャーですね。最速149キロっていうことで、このピッチャーなんですけど、実は去年もねドラフト候補として挙げられたんですが、残念ながら指名漏れをしたんですが、今回はね、めでたく3位に指名されたということですね。アピールポイントといえばやっぱキレのいい直球と、あとコントロールが良くて緩急のつけたピッチングが武器っていうことで、全般的に完成度が高いっていう評価を受けていましたね。このね岡野投手に関しても、当日の中日スポーツでは A 評価を受けていた選手ですね。だから橋本選手同様にね即戦力として期待したいところではありますね。はい、で、続けて第4位なんですが、郡司裕也、捕手ですね。結構意外でしたね。自分縁がないかなと思ってたんですよ。どちらかといえば東洋大学のね、佐藤選手が縁があるかなとは思ってたんですが、勝手に思ったんだけど、郡司選手を指名ってことですね。慶応大学ですね。当初、春先とかはね、結構週刊ベースボールでもかなり高い、大学生ナンバーワンキャッチャーみたいな評価をされてたんですよね。ちょっと最近になって、その海野選手とか、あと佐藤選手がね、特に海野選手ですよね、が、結構高評価を受けていたんですけどね、それでもやっぱりそのリーグ戦通算9本のホームランも打っていて、打撃も期待できるね、選手ではあるんで、二塁送球も2秒前挙っていうことで、結構早いんじゃないかなと思いますね。はい、その点だから縁がないと思ったゆえにね、ちょっと指名してくれてね、ちょっと期待しちゃうかなっていうところもありますね。頑張っていただきたいかなと思います。はい、で次に5位指名ですね。ここら辺が唯一自分のね指名とね重なってくれたところですね。岡林
選手ですね、岡林勇気選手ですね、三重県出身の小物高校ですね。ピッチャーとしては最速153キロを誇りますね。で、まあそのピッチャーとしての評価は質のいいストレートを投げ込みスライダーを得意とするっていうことです。ただ一方でですね、高校通算21本塁打を打っていて、野手としての評価も高いんですね。はい、ちなみにサンドラではね、地元のね番組のサンデードラゴンズでは赤星さんがね絶賛していた選手でもあります。さらにこの、 岡林選手なんですが、兄がですねちょっと今年戦力外通告になっちゃったかな、元だから広島の、岡林翼選手がお兄ちゃんなんですよね。はい、で、まあ、さっき言ったように、その、投手としても、野手としても評価を受けているんですが、まあ、で、中日はどちらかとしては、野手として評価してたんじゃないかなとは思うんですが、本人はまずピッチャーで挑戦したいっていうことなんでね。まあ、藤島選手もそうですよね。最初、多分中日は野手として評価していたのかもしれないですけど、本人はピッチャーで勝負したいっていうことだったんで、まあ、おそらく最初はピッチャーでね、勝負していくんじゃないかなと思います。はい。で、次にですね、6位指名ですね、竹内龍心投手ですね、北海道出身でね、北海道創成高校ですね、最速147キロっていうことです。まあ、147キロ、ただ、その、去年の秋まではだいたい130キロぐらいしか出なかったのが、今年の夏になってね、一気に147キロまでアップしたっていうことなんでね、ポテンシャルは高い選手っていう評価は受けているようですね。はい。ちなみにね、北海道創成、札幌創成高校の監督は元中日の外野手だった遠田さんなんですよね。はい。で、さらに本人もなんか北海道なんだけど、小さい頃からその熱烈なドラゴンズファンってねことでね、で、まあ、作文にもね、将来ドラゴンズの選手になりたいってことを書いてたみたいなので、まあ、何かと縁のある選手だったのかなとは思いますね。ちょっとね、応援したいと思いますね。はい。で、最後なんですが、育成選手取らないかと思ったら、ここで、松田投手ですね、松田博明投手ですね、を、指名したっていうことですね。まあ、愛知県出身、名古屋大学ですね。はい。で、最速148キロっていうことで、まあ、彼は、高校の時はバレー部に在籍したっていう、かなり変わり種なんですよ。で、まあ、名古屋大学初のね、プロ野球選手になるっていうことで、ね、本人は、千賀選手のようにね、育成からでも這い上がっていきたいというコメントをね残していたんでね、まあ、ちょっと期待したいとこではありますね。はい。まあ、こんな感じだったんですけどね、まとめるとね、あくまで素人のね、視点なんですけど、まあ補強すべきポイントは確実に補強してきたっていう感じですね。まあ、例えば左ピッチャーですとか、キャッチャーっていうのは指名しているところなんですが、あとですね、まあ、その、外野手がね、やっぱその、課題っていうことはね、まあ、言われてはいるんですけれども、うん、まあ、ある意味その、石川選手ですよね。今のところその、サード、が守備位置ではあるんですが、本人のコメントを聞く限り、まあ、1年目からその30本したいっていうことで、打撃に関してはすごいこだわりがあるみたいなんですがね、まあ、守備位置に関してはその何とも言えないところはあるんですが、ひょっとしたらまあ1年目からまあ出番をまあ、確実にね1軍で試合をしたいということでは、外野手として挑戦する可能性も十分にあるんじゃないかな。内野手よりかはチャンスはまあ、何とも言えないですね、正直な話。うん、外野手もそう簡単にはね1軍に上がるのは簡単じゃないかなと思うんですが、内野手と比べればチャンスはあるかなとは思うんで、うん、だからまあ外野手として考えれば、全般的にね中日のねその課題をね一つ一つね、そのなんていうかな、ポイントをついたドラフトになったんじゃないかなとは思いますね。外野手ももし石川選手が外野に回って、で今ねそのちょうど石垣選手とか あと伊藤選手もねちょっと伸び盛りなんでね、一気にね来年あたりからね外野がね層が厚くなるかもしれないっていうのはちょっと期待はしているんですよね。はい。まあ、あとはやっぱさっきも言ったように、即戦力として橋本投手と岡野投手にはちょっとね、うん、来年からね、の活躍をね、ちょっと期待したいとこではありますね。はい。まあ、指名はね、だいぶ外してしまったんだけどね、今年からはね、ちょっとね、アマチュアの方もね、しっかり勉強してね、いろいろな選手を紹介できればいいかなとは思うんでね、その辺もちょっとお伝えしていきたいかなと思います。ということで今回この辺りで、終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。